本人はね、多分すごい仕事も忙しいし、家でもしペットを飼うとなると、そんなにこう構ってあげる時間がない。コカフェあるし、犬カフェあるし、爬虫類もあるんですよね。それをもうちょっと子供の時のな、可愛かった気持ちを思い出してほしいとか、こういう猛禽類、フクロウやタカなんかもいて、インコやオウムまでいる、いろんな鳥と触れ合いながらとか見ながら、遊べる店ってのがなかった。コーヒー飲みながら、ガラス張りの鳥を見ながら、ちょっとこう鳥って可愛いなと、もっと触れ合ってみたいなということでしたら、店に来て、浅草の店はもううわーっと鳥が体中に集まってきて、本当にフレンドリーな鳥ばっかりなので、フクロウっていうのは本当ここ最近飼うようになってきたペットなんで、詳しいことはね、まだほとんど全然ペットとして歴史が浅いんで分かってはないんですけど、人工孵化で卵から人間が育ててるんで、非常に良くなれた鳥で、まあ人間を襲ったり怪我させたりすることのないような鳥になってますね。あまり鳴かないし、うるさくもないし、餌も1日1回でいいし、今ペットとして非常にいいかなと思います。東京で私も、まあ、鳥を飼い始めて家に10羽ぐらいいたんですよね。それはみんな今カフェで仕事してますね。私たちの代わりにお客さん接待してくれて、鳥好きな人はねすごく楽しい店だと思うんですけど、初めまあびっくりしながらとか、どんな店なのかなと思って来るんですけど、みんな帰るときはね笑顔になって、もうニコニコしながら、楽しかったね、それだけお客さん楽しいんだなと思って、まあ私たちも店やってて非常に満足してます。はい。珍しいから来てみようっていう方も多いんですけど、だからその来た時に懐かないとかそういうイメージがあった中でのお店の子たちのこの寄ってきてくれたりとか、まあその人によってその来るスパンは違うんですけど、ウサギも分かってくれてるみたいで、あこの人おやつくれる人だとかっていうので、やっぱり反応の仕方が少し違ったりしますね。その人がケージ変えるとカーって騒いだりとかっていうのはあるの。やっぱり家族なのかなっていうのは思うんですよね。なので、家族の存在だと思うし、あと多分人間と違って愚痴を言わないので愚痴を言わないので、そういった面でもこうなんか受け入れ、自分を受け入れてくれるっていうのがあって、癒されるんじゃないかなとは思いますね。はい。私なんかも一人暮らしなので、まあ愚痴を言うのもウサギだし何ですか、もう何考えてるか分かんないですけど、その時にそれでもちゃんとなんか何ですかね、慰めてくれるっていうんですか、家で嫌なことがあって、ああもう嫌だって寝転がってるとタタタタって走ってきてツンツンツンとかしてくれたりとか、何ですか、心としても支えてくれるし楽しいし癒してくれたりとかと思いますね。昔からいろんな生き物が好きだったので、いつか自分の好きなものを集めたお店がしたいというのがありまして、念願が叶って開くことができました。爬虫類や両生類に囲まれてゆっくり過ごすというコンセプトのお店になっております。興味があってどっぷり使っている方がいらっしゃるかなと思ったら、きっかけとかそういうものがわからないという方の方が圧倒的に多いですね。結構飼育の相談とか、飼いやすいのとか、どういうふうに飼ったらいいのって質問されるお客様がすごく多いですね。生物学系の仕事、そういう実験研究の仕事をしてたので、
特に抵抗はないですね。実は両生類、爬虫類っていうのは飼育が簡単なんですね。ある程度一人で切り盛りできます。特に爬虫類や両生類はある程度環境を整えてあげてから飼わないと、すごく命とかに関わってしまう。少しでも快適に、少しでも美味しいものを食べてっていう感じで飼ってますね。人間や哺乳類、犬猫だけではないこういう生き物もいるんだって気づいてほしいですね。All Points Project is a part of Seeker Stories. Be sure to check out our video on New York City's urban Instagram explorers. I think at first they thought we were jumpers. So when they, I remember doing a couple like feed shots and then looking down to the lower part of the roof and seeing the cops. New videos of All Points Project every Tuesday. Be sure to subscribe.